メロンでしょう。メロンもう何をどうしたらこんなに大きくなるんですか。バナナが大好きなんですよ。バナナ、橋田さん、バナナ。そう思ってね、私ね、いつもね、試合前とか食べてる。ありがとう、用意してますね、バナナ。バナナ、申し訳ありません。私のちょっと、はい、じゃあちょっとね、そうですね、はい、じゃあスッと抜いてね、食べて。あ、ちょっと待ってください、はい、ごめんなさい、あの、橋本さん、ちょっと抜いてあげて、持たせてあげて、食べさせてあげてください。あ、え、自分で持って食べるなんて、そんな、そうですよね。え、そうですよ、やっぱり。じゃあちょっと、いろんな意味でやっぱりその方が楽しみが増えますから。あ、どうぞ、召し上がっていただきましょう。橋本さんのこの完食していただきたいと思ってますね。完食していただいた方がいいですね。もう、ゆっくり噛んでください。ゆっくり噛んでいただいていいですよ。ぐっと前傾するとこう、ゆるっとこうね、たわわに実ったらもうね、巨乳が。はい。はい。はい。ごちそうさま。いや、ほんと、いろんな意味でごちそうさま。こちらからも、皆さんこちらからごちそうさまと。ごちそうさま。はい。ということで、いや、もうほんと、橋本さん、よくバナナ用意してくれました。はい。もう、ね、ちゃんと用意しましたよ。ねはい、こういうふうにいろいろ喋ってるところでも、カミカミしてごっくんしてもらいたいんですけど、早く飲み終わってくださいね。はい。はい、そうですか。これ食べると、だん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 とこうね、カップが上がっていくわけですか。そうなんですよ。じゃあ、私も食べよう、いっぱい。食べた方がね。いや、別に今十分ですよ。はい、そのじゃあ一言ね、メインイベントですから一言皆さんにアピールしていただいて、はい、お願いします。生駒さんとこれから対決しますけど、まあ大先輩でもあるんですけど、でも絶対勝ちます。負ける気しないんで頑張ります。